タレントのスノーマンメグロレンが彼の過去のブログエントリーが金曜日のスマたちへ通称金スマで取り上げられその内容が炎上したことで彼の過去の発言が再び注目を浴びていますこの問題はメグロレンが2009年に書いたブログ記事に関するものでその中でメグロレンは女性について軽蔑的な表現を用いていますこの記事は彼のキャリアにとって マイナスの影響を与える可能性がありますが一方でこの問題を通じて社会全体が女性に対する性差別や偏見について考える機会ともなっています目黒連のブログエントリーは彼の若い頃の考え方や感情を反映していますがそれが今日の彼とは異なる可能性があります彼はその後多くの経験を積み成長してきました 彼のファンや支持者は彼の過去の発言を許し彼が今後より理解深い視点を持つことを期待しています一方でこのような問題は社会における性差別や偏見がまだ根強く残っていることを示しています女性に対する否定的なステレオタイプや偏見は私たちの文化に根付いておりこれらの問題に直面するたびに改善する必要があります スノーマン・メグロ・レンのブログエントリーが再び脚光を浴びることで、この問題に対する意識が高まり、より包括的で平等な社会を目指すための議論が促進されることを願っています。このような問題は、個々の人物だけでなく、社会全体に影響を与える可能性があります。そのため、私たちは過去の過ちから学び、 より良い未来を築くために前進する必要があります。目黒蓮のような有名人の発言が炎上することは、私たちにとって重要な議論を引き起こし、より包括的で公正な社会を築くための一歩となるかもしれません。4月14日に TBS 系列で放送されたバラエティ番組、中井正宏の金曜日のスマイルたちへに、スノーマンが出演し、そのエピソードが、 大きな話題を呼んでいます。放送後、ネット上で様々な議論が交わされ、各ニュースメディアでもその内容が繰り返し取り上げられ、特にメンバーの目黒連に関する辛辣な意見が広がっています。このエピソードでは、スノーマンのメンバーたちが、普段の活動や素顔を赤裸々に披露し、視聴者たちに大きな感動を与えました。しかし、特に目立って、 議論を呼んででいるるののが目黒レンに関するものですも彼の言動や態度が一部の視聴者にとって不快だったようで SNS 上では彼に対する批判やから口なコメントが相次いでいます。これに対して一部のファンや支持者たちはメグロレンを擁護し彼の行動や言葉に理解を示しています。彼らは彼が番組内での自然体な姿を見せることで より深いい魅力を感じたと述べていま,すまた目黒蓮自身も SNS を通じてファンへの感謝の気持ちや番組出演に関する思いを投稿しています一方で批判的な意見を持つ人々は目黒蓮の言動が他のメンバーや視聴者に対して不適切であると感じており彼に対する不快感や不信感を示しています彼らは スノーマンのイメージを損なう恐れがあると懸念しており、今後の彼の行動に注目が集まっています。番組出演以降、スノーマンの人気は一層高まり、彼らの活動に対する注目度も増しています。彼らはこれからもファンを楽しませる、様々な活動を展開していくことでしょう。一方で、メンバーそれぞれの個性や行動が注目される中、彼らはより慎重に行動し、 ファンや視聴者とのコミュニケーションを大切にしていく必要があるかもしれません。番組では、目黒連について同じグループの宮舘良太と不仲だったことや過去に共演した島崎和歌子に対してやはりスノーマンメンバーの渡辺翔太と悪口を言っていた疑惑を放送。悪口疑惑については目黒連がスタジオで釈明し島崎と和解したのですが ネットで謝罪より先に言い訳が出てきて、残念、イメージと違ったなどと、ネガティブな意見が相次いでいるのです。そんなメグロのエピソードが話題になると、SNS では、メグロは何も変わってない、いい人ぶっているという辛辣コメントとともに、過去ブログが拡散される事態に。そのブログでは、メグロが、本当女ってのはわがままだよな、まあそのくらいの方が、やりがいあるし、 可愛いけど、笑いあ,ああ、絶対俺と同じクラスだったら、俺のこと嫌いな人も俺に惚れてるのに笑いなどと、強気な文章を綴っている。だが、彼がこのブログを書くことになった背景には、一部ファンの行動が関係しているようだ。スノーマンは19年、メグロレン、ラウール、向井浩二が加わり、旧人体制となりました。当時、一部の古参ファンは、 新メンバーの加入が納得できず、三人に心ないバッシングが相次いだのです。そのため、目黒連は若さもあって新体制に反発するファンのことをわがままと表現したのでしょう。その後、目黒連はブログで、とにかく俺はみんなと仲良くしたいし好かれたいし、俺もみんなのこと好きでいたいと、旧人体制を 多くのファンに応援してほしいという思いも綴っています。メグロファンからは、あの頃はいろいろあったから、しょうがない。こんなブログを書いたのは、ファンが新メンバーのポスターを傷つけたりしてたからでしょなどと、彼を擁護する声も上がっています。この一連の出来事は、ファンとアイドルの関係性における深い葛藤を示しています。アイドルが、ファンによって支持されることは、 彼らの成功にとって不可欠ですが、その一方で、ファンの行動が彼らに対するストレスやプレッシャーを生むことも珍しくありません。メグロレン氏のケースは、その典型例です。彼がブログでの発言でファンを批判したことで、彼の意見に賛成する人々からは支持の声が上がりましたが、一方で、その発言が一部のファンにとっては、攻撃的であると感じられ、 彼を非難する声もありました。このような状況では、ファンとアイドルの間でのコミュニケーションや理解がより、重要となります。一般的に、アイドルはファンに対して、感謝の意を示すことが多いですが、時には、ファンも、同じくらいの尊重と理解を示す必要があります。彼らも人間であり、自分たちの感情や考えを持っています。目黒練習の場合、彼が、 ファンの行動に対して率直な意見を述べたことで多くの人々が彼の背中を押して指示を示しましたが同時にその意見が一部のファンに対して攻撃的に感じられることも理解されるべきですこのような複雑な状況に対処するためには双方向のコミュニケーションと相互の理解が欠かせませんファンはアイドルを支持するだけでなく 彼らの個人的な感情やプライバシーを尊重することが重要です。一方、アイドルはファンに対して感謝の意を示すだけでなく、時には彼らの行動に対して率直な意見を述べることも必要です。メグロ連氏のケースは、アイドルとファンの関係における重要な問題を浮き彫りにします。お互いを尊重し、 理解し合うことで、より健全な関係が築かれることが期待されます。スモーマンが待望の冠バラエティ番組で、ゴールデンタイムに登場することが決定しました。これは、グループの躍進を象徴する重要な一歩であり、彼らの才能と魅力がより多くの視聴者に届く、チャンスです。メンバーたちはこの大役に臨む準備を整え、ファンと共に、 新たな節目を迎えることに胸を膨らませています。スノーマンはこれまでにも数々のバラエティ番組に出演し、そのキャラクターとパフォーマンスで視聴者を魅了してきました。しかし、ゴールデンタイムでの冠番組は彼らのキャリアにおいて新たな挑戦となります。これは彼らにとってより幅広い視聴者に自分たちの魅力を証明する機会であり、 一層の成長と進化を求められる舞台ですメンバーたちはこの新たな挑戦に向けて意気込みを高めておりファンも彼らの一層の成長を期待しています彼らの個性豊かなキャラクターや独創的なアイデアが視聴者の心をつかむことでしょうまた番組を通じて彼らの努力や情熱そして絆がより深く伝わることで 国民的アイドルとしての地位を確固たるものにしていくことでしょう。この冠番組の成功により、スノーマンはますます多くの人々に愛される存在となり、国民的なアイドルへの階段を駆け上がっていくことでしょう。彼らの新たな挑戦に対する期待と興奮が高まる中、彼らの活躍に目が離せません。